塚田正夫8月2日から1977年12月30日は、将棋騎士。名誉十段。実力性、第二代名人。日本将棋連盟会長。訓四等旭実小受賞。四示法賞。花田長太郎九段門下。騎士番号は11。東京都文京区出身。1927年。 花田長太郎に入門。東京機械の新鋭となり、塚田、坂口正彦、竹部若尾は、昭和の三十子と呼ばれた。1939年の皇軍遺問団では、将棋団長となった。上海、南京を訪問。団長は、安永一、塚田正雄。以後は、田岡圭一。梶田目は、藤沢秀行、竹内澄夫。将棋は、 加藤二郎、加藤慶三、長沢勝夫、松田茂之。囲碁将棋各五人の編成。1947年、戦前から無敵を誇っていた、木村義雄名人を破って、名人位を獲得。実力名人制となって、以降、二人目の名人となる。翌1948年の名人戦は、大山康春の挑戦を退けて防衛した。また、 同1948年、朝日新聞社主催、塚田正夫名人、松田幸造八段五番勝負が行われたが、こちらも3勝2敗で勝利する。だが1949年の名人戦で、木村に敗れて、出感。この名人戦の最終第5局は、最年間の決戦と言われた、名勝負となったが、塚田の潔い投了が話題となった。 1953年1月、球団くらいを取得した直後に、全1952年に引退していた木村と、読売新聞社主催の木村新球団3番勝負を行い、に連勝した。一方、球団戦では1952年の初獲得後に、3連覇した功績により初の衛星球団となる。なお、 1958年に段位としての球団、商談規定が新設され、大山康春と増田光三が球団に商談したが、塚田は球団戦防衛により保持していた、タイトルとしての球団を1956年に、出刊してからは、衛星称号に基づき、段位としての球団を称していた。1960年の第一期王位戦、1962年の 1> 第1期規制戦でタイトル戦登場を果たすが、いずれも大山康春に敗れた。名人質感後の順位戦に A 級では、4度の挑戦者、決定プレイオフで敗退する、等、再度の名人挑戦、福井は果たせず、第26期には2勝6敗で、クラス10位となり、実力性名人経験者として、史上初の B 級一組高級となった。翌、 対27期 B 級一組では7勝4敗で、クラス2位の成績を上げて、永久に復帰し、60歳まで在籍した。1974年に、将棋会館建て替え問題のために、加藤次郎会長をはじめ、前理事が退任、その後任として、将棋連盟会長に就任。在任中には、名人戦問題で揺れる、将棋会の舵取りに尽力した。 1977年12月13日、小高級リーグ戦一組で、花村元治に敗れたのが、公式戦最後の対局となる。塚田は病気入院していたものの、花村が、リーグ5勝1敗の好成績だったこともあり、一時、退院して、対局に励んだという。同年12月30日、現役のまま死去。63歳没。 病床で無意識に発した最後の言葉は、センスを持って来い、財布を出せだったという。葬儀、告別式は1978年1月16日、将棋会館で日本将棋連盟葬として行われた。没後、将棋界でただ一人の名誉十段を追贈される。さらに、1989年には、実力性、第二代名人を追贈される。 文京区の吉人寺には、塚田の十三回忌に将棋駒の形をした墓碑が建てられ、塚田作九手詰めの詰将棋作品が刻まれている。詰将棋作家としても有名であり、プロ騎士による詰将棋作品集の草分け的存在でもあった。塚田の名を冠した塚田賞という賞があり、毎年優れた詰将棋作品を近代将棋史上で表彰していた。 無口な人物で酒を愛し、後輩の騎士が話しかけたところ、やあ君も一杯どうだい、とワンカップを進められたなどの逸話が残る。増田光三は大の親友であった。川口敏彦は塚田の人柄を下記のように表している。新人類騎士は純粋培養型だが、考えてみると塚田はその走りだった。 将棋一筋、俗字に関わりを持たず、人付き合いは、昨日赴くまま。野球と映画を見るくらいが楽しみで、あとは奥さんと酒だった。川口敏彦、将棋界では、先輩が、後輩におごり、おごられた後輩は、自分が、先輩になったら、後輩におごる、という文化がある。しかし、塚田は、棋士と飲むときは、相手が二十かそこらの、新四段であっても、 必ず割り勘を通した。これは、塚田がケチであったから、というわけではなく、後輩騎士であっても、盤上で戦う相手。おごるのは、間違いという塚田の考えから来るものであった。その証拠に、塚田は、相手が騎士でなければ、気前よくおごっていたとのこと。以下、タイトル称号不明、塚田、マス五番勝部第四局駅馬車上席誕生の一局。 塚田正夫名人 VS、増田構造八段対局日、1948年9月22日不明、塚田、増田五番勝負第五局、塚田正夫名人 VS、増田構造八段対局日、1948年10月7日、不明第10期十段戦3次予選 T3 回戦、塚田正夫九段 VS、米長国を七段対局日、 1971年2月15日、第8期全日本選手権戦準決勝第1局、塚田正夫9段 VS 加藤ひふみ7段。ありがとうございます。